そう。行こう。あ、行くのね。乗り込まれる前にやる。よし、結構だ。悪党め。よし、今回はもうそのまま行っちゃうぞ。行っちゃえ。先の敵、取らせていただく。パンパンパン。先の敵は取ったんですけどね。いや、まだこの刀は血に飢えておる。悪党すべてが先の敵だ。皆殺しじゃ。行きまーす。全員か。では始めようか。始めよう。どういう順番で行こうかな。両手。あれ、両手ってことは攻め込ませずにも先にこっちが先手を取る感じ。先に行くし、2話の時となんかもしかしたらマップは一緒やったりする。あ、ほんまや。なんかこれぐらいはいただくぞ。この感じいけんじゃないかね、これは。ということは、庭池のところらへんでタツさんが上に登れるかし。なるほど、なるほど。これぐらいはいただきたいね。どうですか、おときさん。安っ。おときさん、やっぱり燃えてるね。安いですよ。おいらの取り分だがよ、これぐらいはいただくぜ。タツ高いね。いや、ケンジと一緒やから働いてもらおうよ。はい、行きましょうね。ふ、銀地。銀地、金貸しの銀地。はい、どうも、入り口担当のケンジです。こんばんは。前座です。行きます。もう基本いつも前座なんですよね。ん、あれは何のマークだ。おるやんけ、あこに。あれどうすんねん。寝てるマーク。寝てる、寝てるね。いやいや、起きてるぞ、あれ。え、やっぱりなんか、2話の、あの人らをやった時とマップが一緒なような。使い回しか。おい。おい。はい、卓球。かわいを取れてしまったかな。溶けちゃった。先にこっちよ。とどめ、はい、そしてえい。うん、いいよ、いい仕事っぷりや。一体その素手でどういう手が出るのか、ほんまにいつも気になりますね。ねえ、なぜそんなに血が出るの。オッケー、抜き足、足足。おお、いきなりおるやんけ。これはどうしようかな。どういう状態だ。おい。おい。おい。ちゃんと飛び出し攻撃したいんやけどね。あ、もう一丁、どこや。はい。遅い。ああ、いっぱい出てきた。これはまずい。ケンジさん、乱戦は向いてないんだ。ケンジさん、真顔やん。あ、いた。ケンジさん。ケンジさん、ラン。よいしょ。よいしょ。待て、逃がすな。やつの上。オッケー。足遅い。足遅い。どこ行った。待て。どこ行った。くそ、警戒状態が上がっちまった。おとき、あとは頼むぜ。おときの初陣。どうやってやるんやろ。そう、警戒しますよ、相手。ちょいと、ちょいとと呼び出しまして、今だ。ほいほいほい。うまい。腹パン。おときは仕事がうまい。
あ、センスだ。やっときましょうか。わーセンスの持ち手に針が仕込まれてしまう。それだけでやっていくの？おっと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 こっちだ。いやー、ただの芸者ですよね。芸者ガールですわ。おっと、芸者ガール。キーンっていう。はい。あー、俺こういうのないと。あ、いける。いいよ、真正面から。後ろの人が待っておるわ。マウガのごとく。ほら、マイナサイ、マウガごとく。はい、踊りなさいって。オーバーキル。どちゃし。少しやりすぎてしまった。ちょっと音機うるさいな。草履履いてるから。久々の仕事で緊張してしまった。いやー、本来私はこんなもんじゃないんだよ。今だけ会場だなーって。これ、あ、今赤かったぞ一瞬。どこや。そこ。ここか。これは、あ、いるね。障子攻撃するしかないね。では長押し。おっと、おときさん隣、おときさん隣よ。おときさんちょっと仕事下手くそやな。超限界態勢になったよ、ヘビが。あらららら、らおときさん、おときさんちょっと先生出して、先生、まずい、先生出して、先生持ってないよ。先生消えてる。ちょっと回復しよう。先生持ってない。バイバイでもないんじゃない。何個が、あ、8個あるわ。わあ、全然回復しない、ね。もう、ワン何個。センス出して、センス。はい。よし。真正面からやってやるってのよ。おい、声出して。おっと、ターンヒットだ。あれ、ちょっと待って、強いぞ。まるで三国無双。まるで無双シリーズのような。ゲーム性が変わってきたぞ。なぜか知らんが A になる。いやー、やっぱ舞妓はんは違うな。舞妓はんは強いぜ。そこに愛はあるんか。さあ、いい加減。おっと、警備状態が限界態勢になってるよ。やってしまったかもしれん。超警戒状態よ。おっちょっと、なに、よし、いいだろう。三国無双よろしく。一騎当選の爽快感。無双モードだ。いっぱい出てくるよ。いっぱい来るわ。源氏の手下めっちゃいるじゃないか。あいつ金貸しのくせにやけに手下がいっぱいおるな。人脈がすごいね。そして前回のね、お奉行さんをやりに来た時もそうなんですけど、この料亭、えらいことになってるよ。血まみれよ。どうも、タツです。いやー、ちょっともう、タツはいい加減、まともな仕事しよう。前任者から仕事引き継いだら、もう、超警戒態勢です。とんでもない状態で任されたもんだ。うわ、人が多い。はい。人が多いぜ。だってみんな動きおかしいもん。しょうが。よいしょ。止まってるね、向こうで。抜いて。戻して。もうやった方がいいんじゃないの？いや、先に。抜いて。若手で、若手で、若手で。タッチ！タッチ！タッチ！おーし、真正面から、こんにちは。お前らが、金を貸すから悪いんや。この一個、めちゃくちゃ暗殺下手やな。いや、もう真正面からね。おやったーっ
2回連続2回目の負傷退場やん。立つ。これ誰が悪いん今回は。ケンジさんからスタートしてみんながちょっとずつちょっとずつ積み重ねていったものがもう立つに全てのしかかったね。若先生は警戒状態。あー警戒か。ちょっと限界態勢からは。でもやっぱ2人いるね。君さっき気絶させただけか。いや刺しただけですよ。おい、やばい。ほい。す。あ、だからここで死体にしといて。撃ってしまった。いや、今のは血のりをね、払ってたんですよ。死体に気づかせておびき寄せ。そうそう、それで行こう。でも今回もバッサリと行こう。でも、あれじゃない。その状態で刀直せるんじゃない？抜いたり。あ、そうか。おい、おい、おい、おい。お仲間が倒れてますよ。倒れてますよ。異変ですよ、異変。お仲間が倒れてますよ。おっと？おかしいよ、これ。おかしいぞ。寝ちゃったのかな？どうしたのかな？なんで寝てるのかな、ここで。何も反応がないぞ。こいつは、何これ。こいつは、おい。おい。あ、限界大戦になっちゃった。今だ。バッサリ。ほい。よいしょ。鼻血プシューみたいな。あ、限界大戦になった。なんでや。死体がバレると、警戒レベルが上がるのか。その警戒したやつはやっただろうに。やったんだけど、こいつは多分テレパシーが何かで繋がってるね。ああ、なるほどな。こっからいるみたいなんやけどな。どこにいはるんやろ。でもなんか特に何も変わらないよ。あらあら、いないわ。人が多いね。ああ、本来タツがここ登る予定やったのにな。タツにここ登ってもらうためにタツを配置したのには人が多い。もう漏れなく負傷退場やったからな。うわあ、これ一人だけで済むかな、読んでな。あ、おい。あ、おい。タイミングを見上がるんだ。でも何なんだ、お前らのそのリンクっぷり。おい。おい。なんか声がしたような。よいしょ。はい。京次郎怒りの毛さぎり。すごい、なんかここでこれしてるだけで100人斬りも可能なんじゃないの。なかなかここの曲がり角にいると思わないよね。おい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 。倒れてますよ。それがバレるとなぜか警戒レベルは上がっちゃうんだね。まあもうすでに高いからな。そっちのもう一個向こうの曲がり角に行ったらいいんじゃない。向こうに行ったタイミングで。あの人多分気づくやろ。あ、これはさすがに気づくよな。おい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 。何これ、なんか人倒れてるんやけど。人倒れてるし声するよ。おいおい、おかしいぞ。おかしい。あれおかしいぞー。あ、重なった。すごい。綺麗にリンクした。シンクロだよ。あ、もう一人いるわ。おい。おい。これもゆっくりいけるんじゃないの？いけそうやね。よいしょ、よいしょ。なんだ？なんでもなーい。なんでもなーい。16モンキーク。16モンキーク。くそ、こいつ、なかなか気を失わない。ほら、早く気を失い。君はー何暴行事件を。暴行事件またなかなじゃないか。よかろう。受けてたぞ。わー、応援が多い。ほ
ほうやろ。一騎当選の爽快感。お先の敵。一騎当選の爽快感。お先の敵。お先の敵。いやー、すっきりだぜ。ついで。もう一人殺せるドン。おまけ。よし。もう左下あたりにね、何人って書いとってもいいぐらいですね。もうそうやね。お前こそ、真の三国無双よ。お、リンジさん寝てるのかい？なんかもう、それ。もう。ちゃんと寝れてる？正面なんかタロケの時に寝てるやつみたいな感じやね急に起きたかと思ったらトイレ入れてね酔ってますね。じゃらーん、かわやキルか。これはお、かわやキルでいいの？ピンジ、借りた一両は返さんからね。なんだ。あ、逃げた。すごい状態よ。お前ら近寄るな。殺しやる。いいから。トイレ立てこもり事件だ。なんでこうなった。どうしようかな。まずもう、やるしかないよ。よいしょ。よいしょ。痛い。一気当選の爽快感じゃい。はい。よし、次。何人いるんだ。まだいるのか。お前の最後か。あ、曲元戻った。それー。貴様に生きる価値はない。いやー、八つ当たりやで。強引。あのままトイレに立てこもったらよかったのにな。ね。いや、今回ちょっとひどいと思うよ。29人殺してるよ。もうまるで銀次とやることが一緒じゃないか。皆殺しだよ。そうね。で、あと29人殺しといて36回発覚してるってどういうことなの？1人1回以上は見つけてるわけですね、これ。見つけてるわけやね。ちゃうまい。押し込み暗殺ですよ、これでは。父上。父上、聞いてもいいですか？何をじゃ。初恋の話です。金のために人を殺めるやつを金をもらって殺す。確かに。と我々何が違うんでしょうね。まあ、お互い押し込み強盗みたいなもんやからね。そうですね。何も違いはせんよ。何？父上。悪い奴を悪い奴が殺す。ただそれだけのことじゃ。なんだ、悪い奴か。それで恨みが晴れる人間がいるのであれば、我らの黒城などどちらでも良いのではないか。納得がいかないなぁ、という感じの腕組み。また濁された感じがするなぁ、という腕組み。
しがやりましょう。とどめ刺す。じじい、何をこそこそ嗅ぎ回ってるのかは知らねえが、親分の言いつけだ。死んでもらうぜ。老いたりとはいえ、この関谷六三郎、貴様らのようなチンピラごときにむざむざ切られはせん。行くぞ。